ジル・レハート・アイリッシュフルート。レハートはフランス北西部ケルト音楽の伝統が残るブルターニュ地方に工房を構えるフルート製作者です。彼のアイリッシュフルートは世界的な演奏者のマイケル・マクゴールドリックやブルターニュの多くの優れたフルート奏者に愛用されています。こちらのモデルは標準的なキーなしアイリッシュフルートで、本体は黒炭、リングは銅でできています。頭部管のキャップは簡単に外すことができ、コルクを調節することができます。音程は約5ミリチューニングスライドを抜いた状態で 440Hz、 チューニングスライドを動かすことで音程を調節することができます。音域は2オクターブです。キーはありませんので半音階を演奏することは難しいのですが、伝統音楽を演奏する限り半音はほとんど出てくることはありませんので、こちらのフルートで十分対応ができます。チューニングスライドがついた本格的なアイリッシュフルートとしては品質が高く手に入れやすい価格です。